はいどうもこんにちは、マヤポンです。今日はこのですね、夢日記派生ゲーム、レインって読むらしいですね。リインだと思ってましたけど、海外製だっけこれ。なんかすごい素敵っぽいんで、あ、本当にマテダさんも YouTube の方でコメントが一応説明しとくと、今ニコニコと YouTube で、お、ありがとうございます。同時に放送してて、今コメントの読み上げはボイスロイドの読み上げはニコニコの方のコメントだけにちょっとなってますね。表示もちょっとテストも兼ねて YouTube も一緒にやってますと。ということで、まず早速やっていこうと思うんですけども、リン、このオープニング画面超よくね。俺このオープニングで寝れる。すげえ好きこのエレピの音色、この曲。リン、リン、何リン、どうした。タイトルやぞ、ええー、な、タイトルかオープニングじゃなくて、いいよねと言いつつ、なんとなくレインって呼んでる。やっていきましょうか、入ります。トンレバランス大丈夫ね、はい、いきます。寝る水の購入 BGM しっとり、まあ、ヤポン始めたら最初のやっつやおく耳すませてみてね。ん、何アールイン、イン。YouTube の方でたこ焼きさん、カニ玉さん、コメントありがとうよ。お、なんだ、お、あ、すげえ、こんなに、あ、壊れた。え、なかなかこの派生ゲームにはないちょっとアニメーションっぽいのが始まったと思ったら急に壊れたよ。ここで聞くのもなんですが、まあ、やっぽん、シャウトとデスボってどう違うの。え、なんで俺に言うの、ちょっと待って待って、ワーニング、聞こえていますか。ザ・ゲームコンテイン、強い、ライト、あ、このゲームはちょっとフラッシュライトといいラウドノイズ、なんかノイズ、ここでもう好き、あとメイビーサムグリッチ、あ、フラッシュノイズグリッチ的な要素があります、ご注意くださいって感じだね。え、シャウト、シャウトってロックでわーでしょ、デスボアブーってやつでしょなんで今それ聞いた。え、はい、まあ大体基本的な操作はエフェクトがシフトなぐらいかな。唐突なフラッシュ等がありますので、心臓の弱い方はご注意ください。あ、春の空さん、ありがとうございます。夢壊れちゃう。Go back, select, wake up in the main menu。はいはいはい。まあ大体基本は夢日記派生ですからね。コレクト、皆さん見えてる？ちょっと字がね、暗いからね。コレクトオールザマヤポンはめちゃくちゃ小さいボイスを聞き逃したぞ。え、嘘、音量的に聞こえない。マジでなんかあった。同時翻訳に気合してる。 Find their names、 なんか名前、ピースと名前を上映中見えてるよ。ゲットしろ、うん、Find their names、 名前を探せと。え、俺は何を聞き逃したんだろう。彼らの名前を見つけろ。もう一回聞こうか。本当に言ってる。ちょっと確認のためアットマーク処刑。本当にちょっともう一回やってみる。つうか綺麗だな、こうやって起き上がるとき。ちょっとじゃあ皆さん一回リセットするよ、まあ、すぐどうせ始められるから。ちょっとゲームの音量上げてみるから、それ以外の音消すね。皆さんちょっと音量に気をつけながらちょっとご覧ください。何か聞こえたね。聞こえた、皆さん右の方から聞こえてますかって。じゃ最後もう一回だけいくね。一番最初だった、ちょっとよく耳、一番最初の方だよ。聞こえないから、スピーカーだと聞こえない、多分ね、イヤホンとかじゃないと。いくよ、ゲーム始まんねねえとも言ってたな。ねえ聞こえてますかって。うわー、
最近ちょっと僕すいません、これ人によってどう感じるかなんですけど怖いって思うかもしれないですけど、最近僕ちょっといろんな音声作品を聞きすぎて、あ、ちょっとエッチなやつかとか思っちゃ、いや、なんでもないですね、なんでもないです。あかりちゃん、はい、なぜか右の鼓膜が破れたぞ。はい、なんでもないです。聞こえてますか勇者よ、聞こえてますか。あー、聞こえた。無理、怖いと思う人はいないんじゃない。最近ちょっと片耳からささやかれるのに非常に弱い体質になっている今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今の文章のやつ一番上に Can you hear me 聞こえていますか。マジで Can you hear me って書いてあった。マヤポン最低。あーん、デート L サイトに行こう。デート L サイト、バレてる。気になるけどいっか。まあ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 、皆さん、メロンパンさ、やっと始まりました。この世界な、世界な、綺麗な、お、これのび太くんちっぽくね。なんか今まで結構さ、夢日記派生って団地マンション系の建物多かった気がするんだよね。これなんか一軒家感だね。羽根つきちゃんは可愛いね。一軒家かな。アヒル可愛い。花月ちゃん YouTube で、あ、初見の方、せやな、え、ホラーですか。いや、多分これホラーじゃない、どうかな、ちょっとホラー要素あるかもしんないけど、基本は綺麗系だと信じてるんだけど、ごめん、実は隠れ心かな。実はちょっと俺もね、まだこのゲームどういうのか把握してないんでね。一人暮らしなのかな。っていうか、なんだ、初見の方で今 YouTube で見てるって方はどうやってそこにたどり着いたの。ちなみに国内に花月って限定公開放送なんだけど、ベランダ良すぎ。野原家というと前哨エピソードでヒロシがガチトーンの声しか思い浮かばない。とりあえず現実のせ…え、初見さんに…わ、怖い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 。レイン、あ、でも出れない。うわ、ちょっとやっぱこのゲームや派生やってるとさ、初見だよ、わらわら、ごめんなし、つべでは初見だよって嘘でしょ。なんだ W、 初見嘘か。派生やってるとさ、現実の扉が開くって重大イベントだよね。ちら、あ、うん、あ、あ、初見、なんなん、初見です、この放送はやばいですね。結局みんなそうやってまた嘘つくんだな。かわいいな、顔なしっぽく見える。なにこれ、ちら、アクティベイトナイトモード、かわいい。ああ、メニュータイプ、ナイトモードオン。いいね。こっちにしようかな。ということで、じゃあ、とりあえず、寝ましょうか。真っ暗、かわいよ。あ、そっか、人によっても環境違うのかな。今ね、YouTube で、おお、いいね。コメントくれた方、YouTube の方が映像出てくるのが早いって方もいらっしゃるね。そっか、また配信者の俺の方と視聴者さんの皆さんの感じでは違うのかもしれないね。ナイトモードってスマホみたい。アヒルがなくなってる。足音が、え、アヒルがなくなった、マジか。視聴者さん、ほら決めた、ニッコ生とようつで同時で見るぞ。なんで同時で見るんだよ、どっちかでいいよ。窓付きが喋ってたから、それを進化させようとしたのかもね。ナイトモードのメニュータイプ式、なるほど、よく覚えてるね。さて、名前が花月ちゃん、ザ・フラワーレッド。安心して、これ何だろう、同時で見てるや。なんで同時で見てんだよ。花月ちゃん、じゃあどっちかの遅れてる方の早い方のプレイヤーを超すごい速度で再生、一時停止再生ってやって遅らせて、ニコニコと YouTube 全く同じ速度で見ればいいんじゃないですかね。ピース、あ、ピースの子、エフェクトがピースなのか。いや、面倒でめち、わら。インストラクション、うん。ウェイクアップ。はなちゃん。はいはいはい。はなちゃん、いいですね。いい名前だね。さて、いきましょうか。あ、ちなみに今日も一応マックスで2時間ぐらいの予定ですからね。おや、廊下？あ、ショート好き。今度で動画見るときによくやるやつ。花ちゃん、やっぱやるでしょ、その片方の早い方のプレイヤーを一時停止とかにしてタイミング合わせで同期するやつ。いや、ロングヘア可愛いね。床がだんだん向けに負けて3時間。花インゴ、花インゴ。わあ、うわ、足音じゃない。ベタブレの床順、いいね。ほら、ちなみにマヤポンシフトキー押してみると楽しいよ。あ、可愛い。
ジャンプした。え、スピード？めっちゃ好き。かわいい。そしてぴょんぴょん。最高にかわいい。扉は4つプラス真ん中があるで。ほう。飲み物は持ったか？飲み物は持ったか？ニコ動が早いかもですね。ニコ、まあ多分その辺は人によるんじゃないかな。かわいい。さて皆さん、ちょっと俺の心もピョンピョン、初見の方がいるかいらないか知らないけど、いつから扉が4つだと錯覚して扉、え、そう、扉部屋では何か飲み物をね、飲みましょう。飲みながら、今日は僕あのリアルゴールドのウルトラチャージペットボトルのやつですね。なんか元祖エナドリって感じだな。俺あのエナドリってさ、普通モンスターとか、なんだっけ、ちゃん最近流行りのやつとかよりもやっぱオロナミン C とかデカビタとかそっち系のやつが好きなんだよね。なんかちょっと違う気がするんだよな。生茶、あやたか麦茶、きなこ豆乳ラテ、美味しそうだな。甘酒、 CC レモン、サイダー、YouTube がモンエナピンクの人もいるね。はい、ということで、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。乾杯。かい、俺乾杯。きなこ豆乳ラテ190円ってふざけんな。乾杯乾杯乾杯。やっぱうめえな。乾杯乾杯。本絞りでもいいね。乾杯お茶。乾杯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 。なんだろうな、緑茶入れてこよ、わら。無添加の本絞りレモン。あのエナドリ味のさ、ラムネタブレットみたいなやつが大好きなんだよね俺。そんなないのか、種類がないのかな。犬いはい。YouTube とニコニコ両方で乾杯してくれてありがとうございます。つことって、ま、酒飲んでる人などに骨詰まらせないでね。酒飲んでる人がいるの。かけてむせた。扉部屋も気になるけど、これ何、なんかあれかな、全部集めたらここに、これ鏡だろ、なんか映んじゃないのここに。ちなみにちょっと画面止まって申し訳ないけど、真ん中はラスナンっぽい。 YouTube だと今酒飲むとか熊かな、どういう風に見えるんだ、鏡の大迷宮かな。ああ。酒抜き。へえ。へえ。あ、YouTube 同時視聴者数が見れるんだ。ニコニコは累計だよね。あ、これ今あの俺の多分変、投稿者用のページで見れてるんですけど。へえ、はい、すいません。さて、まずどこかな。鏡の大迷宮はいいぞ。鏡の大迷宮って何？カービィ？なんかピンクの世界は可愛らしいだろうし、ここあれだね、お星様の世界って感じだから。いいね、このちょっとゴディバみたいな世界行こうか。結局クリアできてないんだけど、あれどうクリアすんの？行くぜ。聞いた聞いた、今聞こえた。シッシッシッ、うんうん、かわいいかわいい、え、めっちゃ声かわいいんだけどこれ、うん、超かわいいんだけど、あれ入れないの。じゃあここは、うん、うなってる、絶対もちもちじゃん。ねずこちゃんから、扉は4つじゃなくて2つなんですね。かわいい。いいね。あのお星様っぽい扉絶対。ねずこちゃん。右2つはいらない。キャワ。ちょことで今度こっちか。あ、いけた。かわいい。一生聞いてたい。右2つは入れないのか。うわ、ファンシー。きれい。かわいいの能力。やめてね、こっから絶望の世界に突き落とすのは。綺麗。あら綺麗。あ、半身浴してる。素晴らしすぎるんだよな。ゲームの音量もうちょっとだけあげようかな。すいません、ちょっとゲームの音量うるさいもんで。能力がエグいんだよな。綺麗。綺麗。あ、ちなみにいつもやってる夢ツッキーの方は RPG スクール2000だよね。こっちは2003ですね。本家夢日記と同じ。なんかさ、あ、違うか、周りのフレームも切り替わるんだね。ブニー、ファンシーよ、これは綺麗系ですわ。いやでもどうしても疑っちゃうわ。大半派生は2003世が多いんだよね。そうなんだ。途中までビビリ要素ないから安心してね。途中まで、今では手に入らない2003。え、そうなの。
2003手に入らない？どういうこと？でかい。てか俺もあれなんだよ、何気に2003で作られたゲームやるのか久しぶりで、最初実はね、なんだっけ、ランタイムパッケージだっけ、動かすやつがなくてね、最初開けなかったんだよね。ネタバレは無限回答へ行きになっちゃうぞ。超かわいい。今は2003は英語版がスチームで売ってるぞ。日本語版があるぞ。途中までこそ10年ですが、スチームで売ってんだね。日本語版の2003はもう売ってない。そうなんだ。制作者用の RPG スクール、2003がスチームで売ってる。英語版を日本語化して使うんだ。つかね、何このなんか愛らしい雪だるまは。可愛いこの二人、尊い。ビビるとこじゃなくてもビビるから。まあね、錆びついなんですね。ちなみに英語版の2003は機能がデフォルトでもクソ強くなってる。へえ。可愛すぎるんじゃ。可愛い。最初はそうなんだ、制作者なのか。チームチョックじゃ。白いのは雪なのかな。永遠にここにいたい。ね、雪降ってんのかな。くす、今さ、画面の真ん中にこのレインがあるでしょ。で、右側にニコニコのコメント欄、左側に YouTube のコメント欄。なんなら自分のビビリポイントを用意し始めるから生ヤポン。すごくね、ちょっと忙しいっすね、確認するのが。真ん中のゲームがおろそかになりそうで。基本、ごめんなちゃん。ちょっと、そう、そのためのコメント、読み上げツールなんだから、ゲームに集中せいっていうね。私こんなゲームだからね、ずっとタラタラ喋ってる必要ないですね。画面強いことになってるのね。あとね、スクリーンショットでもお見せしようかな。それはあるんだよな。あ、でも大丈夫、優しいから。優しい音。マヤポンビビりすぎ。まだ今日ビビってないからね。今日のゲームのタイトル俺何したっけ。クソビビリだけどしてないよね。今日は実況リレイン夢日記派生ゲームやるぞ。うん、ビビるとは書いてないと。オッケー。何がオッケーなのか分かんないけど、冒頭の方で怖いって言ってたようなイプシロン。あれなんだっけ、聞こえますか。あれはだってちょっと演出の仕方によったらすごく怖くなるじゃんね。でもさ、これ海外派生だよね。技術力にビビり、怖い部分はビビる。ゲロゲロ、ゲルゲーロ。タイトル画面怖がってたポンいなかったっけ。ゲルゲーロ。クソビビリ持ってるし、強制されてるんですよ。雪降ってるのに水の中にいるなんて寒すぎない。え、何これ、レインコート。作品作りたくても他作品との差別化とかできる気がしない。薬局のあれ。そうだよね、夢日記派生はもういろんなのが作られてるから、じゃあ自分でどうやってね、作るときオリジナリティ出すのって難しいよね。レインコート。 I can turn invisible。 あ、インビジブル、隠れるってことか。かわいい。こう来たか、こうあってほしい世の中。あ、インビジボ、皆さん、インビジボ。集まってかしんねんけど。着ぐるみ系かざてえな。かわいいね。おじゅうちゃん、かわいいね。おじさんって遊ばない。超かわいいな。ずるいよね、こういう動物系着ぐるみは。効果なんでしょうね、インビジブルだからなんか隠れるんでしょうね。なんかやばいやつから逃げられるのかな。まあ、やばいやつに出てこないでほしいけど。マヤポンおじさん。マヤポンを燃えさせるエフェクト。ありがてえ。おじさんうるさすぎて腐って。追いかけから隠れるのかも。追いかけがあんのかな。自分の夢日記っぽさを自分が表現できるとは限らない。絶望。おじこん、その穴新世界じゃね。そうそうそう、それ言おうとした俺。その穴新世界じゃね。はあ、野菜生活、優しい世界。お、なんか面白いな、このマップの動き方というか。めちゃピンク。はじこ、上下はないっすね。あ、あ、いや、なんかな、あ、あった、あんの、上、あんのかい。ん？ん？あんのかい。
ちご味。多分それ壁抜けだと思う。嘘。俺あれ、俺またやっちゃいました。またデバッグやっちゃいました。のび太のアニマルプラネット。お前30後半か。また俺知ってめっちゃ見たな。俺もアニマルプラネット。バグかバグじゃないのかわかんないから、バグじゃ目も疑問形になってしまう。あ、こっちゃった。また俺。おお、いいね。音が増えたぞ。やったね、タイちゃん。音が増えたよ。お、ちょ、待って、早い。なんじゃ。おい、やめろ。マヤッカーデバポン。マヤッカーデバポン。作った当初は、技術が作りたいものに追いつかなくても作ってるうちにちょっとずつ追いついていくので、そうそう。それでいいんだよ。作りたいもの作るのが大事なんだよ。どのアーティストも言うけど、やっぱりあの若い時は技術はなかったけど、あの情熱にはもう二度と戻れないって言うんだよね。芸術家なり音楽家なり、その時できる技術で何か作るっていうのはすごく大事ですよ。ちょっと待って、寒い。上着着るわ。さすがに半袖は寒い。実装した後に修正すりゃええねん。そうだよそうだよ。はい、失礼。次の扉、あれ入れる？体力なくなるし、仕事してると昼間も時間もなくなるからね。情熱があれば技術がなくてもスタートダッシュ切れるからね。そうそうそう。とりあえずなんか作って、いいね、その後修正すればいいのよ。あと今ってさ、いろんなツールがものすごく発達してるじゃん。子供がめっちゃ素人が簡単になんかすごいもの作れたりするから、まあ俺はそのいうの音楽でも経験してるし、まあ絵描きさんとかもそうだろうと思うんだけど、すごくスタートのハードルが低いというかね、簡単に素人でもそれっぽいことができるっていうものがいっぱいあるから、迷ってるんだったら手を出す、絶対その方がいいと思うよ。これ綺麗ですね、この配色好きかな。まあ、わしが若い頃はの、音を一つ出すのも対コンピューターっつうので打ち込んで大変だったんじゃの。今では簡単にね、フリー素材が手に入るからね、わけもは恵まれてると思うんだよな。ほんまや。あー、かわいいな、これ。新しいな。そういう八つ目でも定期放送はやるんですか？うん、月食っぽいファンタジー見かけ的放送。うんとね、まあおじらないでおじらないでって、おくち、まあ普通に YouTube の方の花月ちゃんはめちゃいろいろなんだろうな。マヤジー、まあ、特に問題なく配信ができそうだったら、この土曜日定期の生放送はニコニコと YouTube 両方でやろうと今のところ思ってます。マヤジーさんお口が臭いのよ。ひえ、なんだっけ、柿渋の柿渋歯磨き粉をくれ、たえさんよ。孫に臭いって言われるんじゃ。なるほど、了解です。うわちょっとなんだ、ニヒルな素敵なお月様ですことふんつって、白髪が抜けてますよ。白髪が抜けてます。お、あ、なんか出た。かわいい。ボールアイビカーマ、これめちゃくちゃ可愛い。バウンシングボール。あらま、ちょっと待って、よく見せて、姿をよく見せて。バウンドするボールになる。あ、バウンドするか、バウンシングボール。あらかわ、ポインポイン。お父さん。今シフトをした。ポケモンのダンデボールでフォルメされたみたい。ちっちゃい。かわいい。ちまくてかわいい。かわ怒ってるな。燃え死ぬ。あら、ずっとこんな世界だったらな。そうだね、かわいい。ほんと凝ってるね、クオリティ高いっすね。
あー、ここにも無慈悲なパイロンが。ボールで、あ、メニュー、メニュー、綺麗だね。かわいい、丸っこい。いやでもおじさんこっちの方が好きかな。かわいいな。もちもちした。戻るとき顔が、あのなんつうの、大なり小なりみたいなやつになってた。あ、さっきのボールだから入れないとか、もしかしたら。うわ、来た。え、すごくない、この表現。これは赤ずきん。何このノスタルジック絵本館。ここは外国のセンスだね。え、つかどうやってんのこれ。ジフアニメーション的な感じなのかな。RE、今画力えぐいぞ。メアリンの描き、画力すごい。すごい。この音楽は、この派生の音楽エフェクト。この曲はあれじゃない？既存の曲じゃない？ちょっと皆さん曲を聴こうか。すごい。すごい。甘色の髪の音。今なんか知ってるフレーズが。赤ずきんとかおとぎ話っぽいのあるかも。すごいね、この画面全体に、なんだろう、映写機みたいなエフェクト。やば。皆さん当たりです。もうとっくに知ってるよって感じだけど。あ、ちょ、待って、早い早い早い。素敵だ。現実にある音楽が使われるとは。ね、そうだよね。もう普通に既存曲だよね、これね。さて、ちょっとこっちの穴。かわいい。あ、これ、このメロディー。ね、知ってるよね、みんなこのメロディー。何かは分からんが知ってるでしょ、大体の人が多分。あれね。そう、あれ。あれね。で、ここ地味に迷路か。グラフィックが派生界隈トップクラスの派生の一つ。あ、やっぱそうなんだ。あ、カズキン。これ何？猫。ちなみにちょくちょく壁の絵が移動するとパターンがあるぞ。さっきの部屋も。え、ちょっと待って。なんとなく聞く、あれ、あ、よくピアノで聞く。狼？かわいい。聞いたことある曲名は知らない。狼でしょ。おしゃれだわ。なんすか、 YouTube ズンとこベロンチョって。それ伊集院さんのラジオとかに、爆笑の方だっけ、爆笑さんの方だっけ、リスナーの名前じゃなかった。絵が変わる。これ変わんない。あ、変わった。左側が女の子が膝ついてて、右側の男の子がなんか手を取ってるよ。にゃんにゃんにゃんっていうコメント本当好き。あ、何、あ、左、右の悪い人が毒リンゴ渡そうとしてない、なんかこれ。クシャガラピザだよ先生。にゃん。え、何、クシャガラってなんすか。え、すげえ。こずんどこベロンチョは世にも奇妙な物語からだよ。そうなの。ピーターパンと白雪姫だね。世にも奇妙な物語からだったんだ、白雪姫。あ、いろんな童話なんじゃない、これ。これピーターパン、チョコソフトクリームワン。さっきの毒リンゴは白雪姫でしょ。これは狼みじゃない。え、なんだろうこれ。この曲はドビュッシーの甘色の髪の乙女だよ。お、すごい。ドビュッシーの甘色の髪の乙女か。へえ。分かっちゃった。ワン。ワン。ワン。三角の棒帽子と妖精連れてるからね。かわいい。チョコソフトクリーム姫。はあ、かわいすぎるこの世界観。ちょっとここも気になる。そこ行けないのかな。お家。亡き王女のためのパターンのおすすめ。唐突。唐突。チョコソフトクリーム狼。おお、なんか右の赤ずきんらしき人が顔が黒いのがちょっと邪悪だな。そしてここでも来ました、無慈悲なパイロン。あ、やばい、このグラフィック表現。ケモイケモイ。巨大赤ずきん。ちなみにこのゲームは合作なんだっけな。でも猫汁草のエンディング思い出すよね。これ一人で作ってたらやばいな。赤ずきんと狼和解の瞬間。あ、和解の瞬間。あ、やっぱ狼だよね、この耳生やしてんの。あ、ちょっと童話の結末が変わったのかな。
左狼はなつきちゃんかな。火星を越えて邪魔してくるパイロン君。パイロン君。左のケマコの方が良き存在って感じがする。そうだね。合作だと更新がどうしてもね。狼ちゃん可愛い。このゲームは制作者三品一夜で。一人なのこれ。どこかにエフェクトありそう。こんばんは。こんばんは。あ、ワカメさんこんにちは。こんばんは。協力者は何人かいるよ。一人かと思ったけど。無慈悲なパイロン。なんかここすげえ寂しい、何もないのが。可愛すぎんだろこれ。あ、また出た。にとっては世界の壁など些細なものなのか。パイロンが何なの。あれ、ん、あれ、なんで戻ってきた。ループした。あ、ワカメさん、YouTube からもこんばんは。YouTube のコメントもちょっと込み上げさせて、込み上げ？読み上げさせてな。これ新しいやつじゃない？半魚人？人形？人形？ちょ、どうなってんのこのマップは？どうなってんのこのマップは？下から来た人魚姫。人魚姫かな。人魚姫だね。永久ループ系かな。半魚人アメリ。半魚人って言ったのか俺、ひどいな。誰そういうこと言う人、ひどすぎるわ。マヤボン、手前にも行けるとこありません。ちょっとあるね。こっち行こうぜ。ここは行けるっぽいな。最低。あ、新しいニコリコ太陽だ。ノーメルヘンマヤポン。ノーメルヘンマヤポン。あれ、あ、ここから出た。はい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 。ヤッホー。ヤッホー。北風と太陽かな。可愛いらしい。 JK の便箋にありそうな太陽。うほほい。うほほい。可愛い。一通りこれで見た感じじゃない？この人のアニメーション作品すごい唐突。いや、すごいよ普通に。ロッキーとして言うと JS じゃね。JS。ん？ワカメさん、チューブでは初見です。大丈夫、みんな初見でチューブでは、YouTube では。ゆらゆらうろつき。さて、戻ってみるか。この人十数秒のアニメ玉に描いてるよね。へえ。ほんとすこ。ご飯食べてますね。行ってらっしゃい、ご飯。ああ、よかった。今後も更新予定があるのかな。これがゲームのバージョンが 0.00 なんだよね。まだなんか増える余地ありそうだな。どうしよっかな。起きようかと思ったけど、一旦普通に戻るか。まだこれで初版なんだよな。ね。公開は最近なのかな。だとすれば今後楽しみですね。ちょっと一旦戻るぜ。ショウグロリ。ショウグロリどうした。悟り。すごいすごいすごい。語彙力。あれ、これ戻れんのかな。2018年公開じゃなかったかな。2018年か。最近というか、ちょっと経ってるというか。あれ、戻れねえ、もしかして。大ワクワクさん、大ゴロリもいるのかな。小ゴロリ、大ゴロリ、ワクワクさん、大ゆうたって。ワクワクさんなんだっけ、作って遊ぼうもさ、結構もうあれ、ま、もうやってないよね、だいぶ前に終わったよねきっと。わかる人は。あれ、何歳かな。戻れないっぽいっすね。一旦起きよう。 Wake up。 あ、ちょっとその演出見たかった。ねえねえ、今日は何作るの。何が今日は何作るの。俺とお前と大ゴロリ。大ゴロリ、わかめし。はあ、いいっすね。ちょっともう一回ベランダ見よう。全然関係ないけど、おばあちゃんがゴロリの話してた。え、おばあちゃんがゴロリの話してた。殴って番組終了。アヒルさん、ワクワクさんがゴロリを殴って番組終了、打ち切りしたのか。なきねえだろって。
あ、何を作るのってワクワクさんの話か。夕飯の話じゃなくて、今日はこのストローと紙コップでゴミを作るよって。ブロリ。ひどすぎる。ブロリ。さてじゃあもう一回行きましょうね。できるかな？できるかな？ドゥルルルル。いいっすね、ボイスロイドに歌わすの。さっきこんな曲なってたっけ？ボロリ。ちょっと不穏な。マヤマヤさんはラーメン作るよ。ラーメン割とリアルに作るかもしれない。あのね、明日と明後日でギフトで頼んだものとふるさと納税で頼んだやつの肉がね、2つ同時に来るのよ、冷凍で。冷凍庫入んねえからさ、急いで今日開けなきゃいけないんだよね。楽しくやらら。今日はラーメンから豚骨を作るよ。ラーメンから豚骨を、なんで生成するの、そんなのいらないよ。ゴロリ、こんなのいらないよ、ひどすぎる。最近さ、通販でさ、冷凍のラーメン、あのちゃんと宅麺っていうサイトでさ、あの麺もスープも店で作ったやつ、冷凍で食えるやつがあるんだけど、それ4食頼んじゃったから結構な容量なんだよね、スープ付きだから、あの濃縮じゃないからさ。じゃじゃかりそらころまやり。だから今冷凍庫は圧迫しててさ、早く開けなきゃっていう。明日肉入んねえよ。入んない肉はしょうがないか、しょうがないから食べるか。その日に。私は夢日記っぽさについて驚愕すべき事実を発見したが、どうしたの？それを書くには余白が少なすぎる。どうしたのそれ。一食に4食分も食べるの？何食分あるんだろう。そんなの米さんどうしたの？何か発見した？なんかノートに書いてまとめたらいいんじゃないですかね、そういうのは。さて、マヤジロー、ニンニク入れますか？入れるでしょう。余白少なすぎるネタ好き。あ、なんかのネタなのかそれは。起きた、かわー。ニンニク入れますかって聞かれて、はいって言うと、冒頭だけまた入れますかって、はいじゃなくて入れるか入れてか答えろーっつってぶん殴られている。全体にメルヘン。恐ろしい都市伝説がありますね。そんな店多分ないと思うけど。かわいい。ヤバカワじゃんこれ。クワクワクワ。焼き鳥レフン。放課後堤防日誌で手長火を釣る会で、雨の中川に行って夏美ちゃんというキャラクターがアヒルの声までグワーっていう会がめちゃくちゃ好きです。おしまい。アヒルかわいい。すいません、他のアニメの話して。なんかタヌキ？リス？飛んでない？あなた尻尾の力で飛んでない？夏美ステップ好き。夏美ステップ。作者さんは分裂するからこんなヤバクオリティの派生を作れるんやな。ね、作者分裂しなきゃ無理じゃね。タヌタヌ浮いてんだよなこいつら。アヒルではなくヒヨコなのでは？あ、ヒヨコかもね。ワイモゲロゲロ。尻尾が島だからアライグマ。フラッシュはなくなったのだ。かわいいな。うん、アヒヨココロコロウサギなんだけど。インターネット老人会。おい飛ぶな、任天堂に消されるぞ。え、なにタヌキが飛ぶと。あーアヒヨコ。なんだあれか、あつ森の話。リン、なんだっけこれ、リンゴじゃなくてキリンキリン。リンゴ。ウサちゃん、俺の脳みそ大丈夫か。大体なんか浮遊してんだよな。浮遊してるか転がってるか。リンゴキリン。リンゴ。皆さんリンゴです、この動物は。目と口元がつながってるんですよね。コロコロウサウサ。キリンが浮いてる四角が生えてる。リンゴ。あ、あ。すごいセンスだ。なんだなんだ、集まってんな。全人類の共通点なのかな。キリンです。アライグマだからセーフ。リンゾウさんが好きです。でもゾウさんの方がもっと好きです。ね、動物会議してるよ。ここ透明になるとちょっとそれ思った。リンゴの森だ。マジか。リンゴ、キリンタヌキ。やばい、興奮してきたな。低音ボイス。かわいい。うわーかわいい。やべえな。日本の性癖が聖職者主案らしい。俺の性癖があって、ひよこにしてもらった。キキキリンです。裁判だ、動物裁判だ。
クモナーマヤポン興奮してきたな。動物裁判って顔グラ動物裁判って爆笑問題カウボーイのネタラジオのネタかな。ちょっと何言ってるかわからない。風邪言いそう。動物がフレンズにマリオったぞ。可愛すぎる。俺どれかな。俺この上の子がいいな。これ何このセーブ。このレベルはオッケーなのかメモはしない。調節か。これなんだこの生物。上の生物、右はタヌキ、左ウサギ、左下いたかな、リスで、これあれだろ、リンゴだろこいつ。リアルでも動物裁判ってのがあってですね。あ、リアルでも動物裁判か。はいはいはい。犬ユリ好き、別の俺ユリ好きおじさんじゃないっすね。ただちょっと女の子が仲良くしてると微笑ましいなっていう、それだけですね。なんかいる。そういう動きする？カエルコートがヒヨコートになったことに気がつかない。うん、俺気づいてなかった、ヒヨコートに変わってるの。え、いつ変わった？神様がくれた最大の快楽。ちょっと待って。夢に消せ。ちょ、いつ変わった俺？ハムスターかモルモットかな？いつ変わった？本当だ。いつ変わった俺？全然本当に気づいてなかったんだけど。ヒヨコに話しかけるとヒヨコートにしてもらえるよ。あ、マヤポン、モルター知ってる？あ、これだ。時を戻そう。そいつはマヤ太郎。マヤポン、モルカー知ってるって、なんかツイッターでめちゃくちゃ今見るんだよね。でちょっとあの普通にフォロワーさんにお友達に教えていただいたんで、ちょっとあの見ようかと思ってますけど。リードミーにギャラデザのクレジットにこの人たち書いてる。あのモルカーなんだろう、元ネタ知らないでさ、流れてくるネタだけを見るとなんかすげえちょっとサイコの匂いがするんだよね。え、何やばくないっていう。アイコン、アイコーン、かわいい。マヤポン、ここ何か落ちてるもの見つけたら音量を上げてみてね。え、何か落ちてる。モルカー見て。モルカー見る見る見る。何か落ちてるって。よー、モルカーを泣かす愚かな人間を見るストップアニメだよ。何それ、意味わかんないで。かわいい、あ、戻ってきた。お口好き。あら、あら、モルカーは暴れ出したら脳幹を切って緊急停止します。ちょっと何言ってるか分かんないんだけど。あい、あい、こー、モルカー可愛すぎて好き。2分40秒で摂取できるぞ。あ、そっか、短いらしいね、だいぶ。可愛いの能力。あ、なんかあった。これかもしかして。なんで、ヤモルカーの飼い主さんたちは優しいやろ。人類を愚かだと思ってる人ほど刺さるのがモルカーだよ。何それ、ほら、ちょっとアニメだと思ってたけど、もしかして違うの？お、ダイアリー、よく耳を澄ませてみよう。モルカーを捨てる。ねえ、今聞こえた、またやべえな。じゃあモルカー見たら夢が聞こえたんだけど、ウィズ ERS やろうね。ウィザーズ再現するよ。聞こえてないよ。夢に聞こえますか？勇者は聞こえてますか？聞こえた。意味深。派生のあのウィザーズもダウンロードしてできる状態になってるんで、そのうちやるかもしれません。ダイアリーイットイタールスもめちゃくちゃいい派生なので、そのうちやってくれると嬉しい。 Bring me back to the big mirror。 あ、聞こえないな。Bring me、 これを持ってビッグミラーのところに戻りなさい的な感じ書いてる。怖いな。大きな鏡の場所に戻れるぞ、目玉爆弾。あ、戻れるか。目玉爆弾、なんだ、戻りなさいじゃなくて戻れるか。機関エフェクト、はい、機関しちゃう。はい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 、なるほど。便乗して語りべそうもいいぞという。語り部層って俺プレイしたことなかったかな。名前はずっと知ってるね。目玉爆弾を使うと。なぜダイアリーで戻るんだろう。語り部層はやってないね。語り部層俺やってないのか。なんで視聴者さんの方が把握してんだ よ。なんで把握してんだよ俺より。なんだっけ、便乗。ダイアリーだからまあ記録を書いてある、要するにセーブ、時を戻そうってことなのかな。ちょっと待って、データベース、語り部層、語り部層プレイ、
あと何？日記だから過去に戻ってるんじゃない？デブリス、デブリス、そうそう、過去に、日記だから過去に戻ってんじゃないかな。あれ？じゃあこのゲーム、セーブの概念はあったっけ？一番はリュックへ進めたいけど今一時公開停止してるし、ワンチャン今年中に更新されたかもしれんし。そうそうそう、リュックへっていうゲーム調べたんだけど、あったかな、確かデータ見つかんなかったんじゃなかったかな。ペコパちゃん、ペコちゃんで、ペコちゃん、時を戻そう日記、戻日記、語り部層は10周年だぞ。へえー、10周年、セーブは机へ行けばできるで、できるよね多分。ルクデムって今どうなんかな。ルクデム、ペコリーヌ、やばいですね。さて、なんかちょっとループしてない？ちゃんと探索しよう。愉快もいいぞ、混ぜて。俺がデブじゃオラ、俺がデブじゃオラ、俺も俺も、あっ、なかったよ。ルクデムは抹消されてるから、いきます。昔に公開停止してたね、ルクデム。ほう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 、おや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 、新世界じゃね、新世界でした。レクデムは公開停止したはず。レクデムって読み方ってのか知らないけど、なんか前から名前は知ってて、なんかたまにその名前を出すのはやめろ的なコメントない？制作者さんがそっとしてほしいって言ってるから、そっとしておいて。そうか、じゃあダメだな。夏頃なら質なんかもいいかもだけど、シティ、シティっていうゲームか、いい感じかな。ひまわりかわいい、シティ、シティっていうゲームかな。オッケーオッケー、逆ちょっと不穏、ひまわりの約束やんけ。曲ちょっとなんかマイナーコードになりましたね。ちなみに俺コードのことは分かんないんで、あの勘で言ってます。可愛かったんだけどな。いや、あれいっぱいある。夏はそうっすね、ウルトラバイオレットの季節。わー、迷路パターン。そう、またいつか。ここ迷うからしっかりオブジェクト覚えといた方がいい。うんうん、エミネム？ ロクデムの BGM がめちゃくちゃ好きだった。エミネムってあんの？ちらりとグラフィック見たことあるけど、すごく綺麗で細かいゴッド絵だったね。日記にも名前あるよね。覚えれるわけないだろう。おう、ひまわりですね。ここいつも感覚で通ってる。最初はこんなんまず適当だろう。あ、ここなんか見てない？感覚日記。でも今のところ明るい世界しかないぞ。最高じゃん。焦げたメロンパン。ここも見てんじゃね。コツコツ音多いわ。ここでこそマヤポンの強運の出番。レクドデムとかレクツデムってみんなが読んでた。これは来た、これ来たところ。焦げパン、花つきパンの世界は可愛いまみれだからね。にゃんにゃん、ここ綺麗で好き。レクドデムじゃない、水っぽい音してる。ここ好き。ボールが跳ねてるのになぜか足音が鳴ってる。怖いよ、ちょっと怖い。どう来るかなこれ。いえ、怖すぎてめち。怖い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 。ん？なんか見える。注意、なんか下になんかあるよ。ミミリが準備を始めました。怖い怖い怖い、びっくりした。まあ、やっぽんが怖くない世界でビビるのいつも目に生やしてる。なんだこれ、花？あ、ちょっと綺麗なのかな。メリ、いや、わかんないじゃん、まだどっちか。信じてたゲーム、ウルトラバイオレットで僕ひどい目に遭いましたからね。まあ、最悪マヤポンの精神が消し飛ぶだけなので。そうそうそう、そんなもんだろ。ビビリポンポン。いやー、ウルトラバイオレットのビビリイベントはやばかった。一番本家含め派生系で一番怖かったかもしれない。怖かったとかびっくりした。水中です。花綺麗。
事前に味に注意ということでビビらせに行ってるのメリ。鼻の中が光ってる。ウルバイは派生者よ、それだから無限階段は。そんな世界はありません。ね、無慈悲なパイロン、すり抜けらんない。 UV は作用され、ウルバのあの表現は怖かったが一番怖い結末でメリ。やっぱり一番怖いよね、どう考えても。ガゼさんが嬉しそうだった。ペーロン、無慈悲なペーロンだぜ。わあマジか、戻ろう。ペーロン好き。いやこれはちょっとこの世界、このゲームはもっと拡張しなきゃダメだよ。見せてくれよもっと。残念、工事終了後にまたビビりながら来てください。本当だね。いやもう大丈夫、もう大丈夫、もう大体。あれは派生最強格のビビリーベア。怖くないってのは分かったから大丈夫。嘘だよな、エイジ。ペーロンじゃけ、ペーロンじゃけ、無慈悲なペーロンだな。マヤポンレインコート気に入ってる？え、めっちゃ気に入ってるよ、だって可愛いじゃん。あれ焦げチョコパンな、動き出したぞ。あれこれどっかで 見なかったっけ、これなんか夢つくて見なかったっけ。マヤポン安心して、あれ以上怖いやつはそんなにないぞ。ないか、よかった。うわ、なに YouTube が無慈悲なパイロンとクリミナルマインドって似てない？かわいい、微妙。似てんだか似てねえんだか。かわいい、かわいい。ここが無双公園ちゃんですか？あ、そうそう、無双公園という夢つっきの方のね、夢タピオカちゃん、夢つっきにいましたね。もうちょっと黒かったね、あっちの方がね。プニちゃん、実際マヤポン的に UV のあれと無限階段どっちが怖かった？岩で動き出すの好き。無限階段というイベントを見たことないので想像で言いますけど、またちょっと怖さの種類違うんだよね。無限階段、まあ想像なんだけど、何かある、何かあるっていうのにずっと真っ暗な世界を歩かせる。でいつまで、いつに来るのかわからないあの恐怖、まあ想像ですけどね。まあそれに対してウルトラバイオレットの方は、まあイベントスイッチで切り替える怖いイベントなんだろうけど、まあ怖いとは分かんねえな。それまでのさ、美しい世界があったから本当に信じてたところでどうしてっていう。来週は無限階段か、楽しみでね。爆発のように襲ってきたイベントだったからね、本当に怖かったあれ。まあ無限階段は想像なんですけどね。やあ、お前んち無限階段。ひてえ。この世界はどうだろう、なんか結構どこ行ったかまだ全部は把握できてないけど、一通りなんかもうさっきのパイロン、ペイロンがあったしな、一通り見たんかな。これ初めて、この島初めて。ちなみにさ、まあ、無限階段っていうイベントはないんだけど、あれなんかさ、ウルバイは基本優しいが確率上が結構エグいんだよな、うんうん、なんか新しく俺がまだ見てない要素とかあんのかな。絶望いいよね、収納が無限だったらいいのに。もしなんかそういうまだ見てない要素とかあるんだったら、そうや、無限階段、まあないけど行ってみ、探してみてもいいかもしれないな。まあ行かないけど。無限収納、日暮らし15はやばすぎてめち。日暮らし、ん、なかった。これあれじゃね、現場で、工事現場で砂利とか運ぶ猫じゃない。猫っていう、猫じゃ、猫って言わなかったっけ、こういうやつ。うそ、ホイールバロウ、やっぱそうじゃないこれ。猫車、よし、猫車、猫車ってことはもしかして、ワイが運ばれるんやで。猫です、よろしくお願いします。かわいい、かわいい、かわいい。一輪車やろ。そうきたか。こうきたか。かわいい。どういう駆動システムなのこれは。花付きはいます。チョコ味からドナドナ。リンちゃん、無限階段はアゲンスティツーションから行けるぞ。レニオ、あ、無限階段情報はもう結構です。押してるのは誰なんだろう。そんな世界ないんで。押してるのは誰なんだろうね。レニオ、レニオ、はい、ライ出荷用、レニオ、レニオ、レニオ。後ろガリガリ引きずってそう。こういう猫ってさ、前後、
ものによるか、一輪だけとか前後で一輪ずつとかだったりするから、左右に対してのバランスめっちゃ悪かったりするよね。あと三輪車のパターンもあるかな。ショボーン、そんな移動絵ではまだいっぱい種類考えられるんだよ。そうだね、いろいろあるね。そんなショボーン出荷よ。あ、出荷読んだ。で、わらわらにわらわら、で、わらわらにわらわら。これで一通り見たかな。ちょっと一回戻りましょうか。まあ戻り方わかんないんだけど、あかりちゃん、デニーロよー言うと思った。ロバートデニーロ、ロバートデニーロよー、かぶったな。妖怪の秘書を運んでる一輪車と同じもので、秘書を運んでるのが猫の姿の妖怪だから猫車。え、そうなの。僕って西部局でも聞く。そっから猫車って来たの名前。うわ、なんダークフラワーがあるんだけど、ディープダークファンタジーフラワーがあるんだけど、ダークフラワー怪しい。え、そうなんだ。なんだろうね、なんだろうね。透明で何かありそう。あ、ちなみに待ってジャンプしてる。無理よそれ、無理だって。謎のフラワー、かわいい、目がかわいいダークファンタジー、ファンタジー、ディープダークフラワー。オスマークをつけるな、つけるな。ディープダークフラワー、かわいい。ダークウェブ、かわいい、かわいい。あいつは何なんだろうか。どうしたの、リンゴさん、どうしたの。夢では何でも思うがままなのだ。あんま思うがままになってないけどね。ってあんま飛べてないよね。日記の虫部みたいにどっかから来るのかな。ルクリンゴ、通りすがりのただのダークフラワーですなんかこう意味深、そうでもないか。なんで割と浮いてんの。歩かせるのって結構大変なのかな。浮かせると結構万事解決なのかな、こういうのって。タヌキチ可愛いんだよな、やっぱこれ。よいしょ。ん？ああ、ちょっと枯れてんのかと思った、この辺。あ、さっきの。こんにちは。アライグマなのか、あれは。似たようなもんやろ。でかいやつは動かすのが大変なのかもしれない。割と浮かすことによってそういう歩くとかのモーションを回避できるから、結構作る側としてはいいのかもしれない。浮いてると可愛いからね。浮いてると可愛いからね。確かにまあそうなんだけどさ。メタ考察、なんかここありそうじゃね。木の色もちょっとくすんでる。そうなんだよね、可愛い基準。ウキウキ、アライグの目がぶち、タヌキ目の模様がつながって、はい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 、そういう違いがあるのか。さっきダイアリー撮ったとこやで。あ、そっか、ここで撮ったのか俺ダイアリーまずいですね、記憶がまずいですね。時を戻そう。時を戻、本当だよな、記憶を戻せ。やばいですね、やばいですね。ズボンはもともと可愛い。記憶バイバイ。一通り見たな。一旦じゃあちょっと今回は起きてみようかな。どうなんだ、残り、あ、いいね。残り二つの扉はあれまだ入れないのかな。あ、一旦これで戻ったら新世界が増えてるとか。あ、だだだ、右側の扉に入れるようになった。そう、それなってないかな。曲後でゆっくり聴こうかな。かわっ爪の、いいですよ、 YouTube の方のコメントは別にそんな限定公開ですから今。
そんな、いいですよ。一旦テストしていただいたら、ニコニコの方に戻ってきていただいていいですからね。ひまわり畑にマヤポンが見逃してたものがある。嘘でしょう。無限セーブ。ん？よし。だって今、YouTube 見てる人、ニコニコも一緒に見てる人でしょ、どうせ。どうせっていうか、それしかいないよね、ほとんど。くらっ！いいですいいです、そちらあのちらっと正しく配信できてるかとかだけ確認して、先に現実でセーブするとこを見て欲しかったから、うん、 YouTube の方は確認だけしていただければいいですからね。ニュー現実でセーブ、うんうんうん、なんでバレたん、そっかそっかそっかそりゃそうでしょ、だってあ、そっか、これ現実だ今、ははは、やっぱ YouTube 画質いい、でも多分この放送はそんな変わんないと思うよ、言っても変わるのかな、ちょっと比較してみようかな、自分、俺もこの放送はそこまで割と今綺麗に映ってんだよな、あ、チューブでしか見てないよ、嘘でしょなんでチューブ、チューブっていうの、多分ね画質に現れるとしたらね、あかりちゃんの解像度ぐらいだよ、ここに行こう、それ以外は、この放送に関してはそこまで変わんないかな。おかえり、何かありました。いくつかエフェクト的なものはゲットしましたね。マヤポンの求めるものは全てさっきのひまわり空島群の先にあるよ。え、まだあんの？ツヤツヤのあかりちゃん。あ、そう、じゃあそこもう一回行ってみようかな。あかりちゃんさっきのひまわり。扉の先、後々何かありそうで怖い。ここが YouTube ちゃんですか。あって、あ、ちょっとまだ寝てねえつのだから。注意散漫になってるな、グー、ドアを開けてシフトキーを押すと、え、やめてそういうこと言うの、本当にあんのかな、実はまだ RE インの半分未満しか世界見てないぞ、え、嘘、そんなにあんの、割となんか初期ロットだからボリュームはまだなのかなと思ってたんだけど、眉をしかめるあかりちゃんかわいいそれは俺が可愛いってことだな、ありがとう。ちなみにあの今このあかりちゃんのモデルはフリーでどなたでも使える状態で制作者さんがアップされているので、もし興味ある方いたらあのニコニコでなんかリプライかなんかいただければご案内しますよ、その制作者さんの話ことをね、どこにあるかとかね。でちょっと待って、もう一回さっきのひまわり行くけど、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、移動エフェ、猫車なのね、右2つ開けれるようになったかな、下の方って扉ないの、せい作者さん、まだか、あーかわいい、うんうん、かわいい、かわいいな、別にマヤポンのことなんて心底どうでもいいんだからね、どうしてツンデレがいるのかな、あれ、ここの場所こんなに狭かったっけ、RE、ね、インを舐めてはいけない。俺より先に寝てはいけない。うん。ん？さだまさし？うん。うん。ああ、PC の性能によって、でもニコニコの方が、YouTube の方が見やすいって方いらっしゃるのか？ニコニコって重いのか？ YouTube の方は動画の容量的には重いと思うんだけどね。ないじゃん、もう。なんでちょっと期待させやってん。ないよ。それもよし。あ、おはつ、あ、むつ。どうした？違う。さっきのひまわりじゃもう一回行く？どうした？うん、ほほ。まあひまわりんところもかわいい、なんとなく一通り見た感じはしてたけど、まあまだ見逃しあったんだね、えんほうで IQ 低下はやめようよもうちょっと頭の悪い、あ、にゃにゃんとかいいじゃないですか、爪はスマホでもぬるぬる動く、あ、そう、スマホのこと考えるとまた違うのか、IQ 下がって
なんだろうそれ。お、IQ 下がってきたのじゃねえだろ。にゃん、デボドボボデボボデボドウェーパー。ディープダークブラックフラワー。あったキョワーポンポン。リンゴアメリ。リンゴ。ねえ、みんなどうする？今日はだからさ、YouTube は今、ニコニコの方を知ってる人の限定放送ですけど、今後ね、普通に一般開放した時、初めて見た時さ、そんな IQ 下がってたらどうする？皆さんに初見バイバイだよ。まあそれでもいいけど。ほらそういうことすぐ言う。ちょ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 、危ない危ない危ない。じゃあはい。YouTuberになる。見逃しは何だろうな。一般人の IQ を下げていけ。つべは健康でいいんじゃない。つべ、ま、うん、ま、健康。マヤポンの配信、まあ、一応挑戦者に踊るよね。踊るよね。一応ニコ、YouTube の方も、ポムポム、まあ、今さ、どういきなりなんだろうな、この、これか、いきなり来たの。いきなりこの途中までやってきた夢日記とか、夢つ、なんだろうな、夢つっけとかをやると、まあ、別に関係ないかな。一応ですね、目標なんだけど、2月の11日ぐらいだったかな、あとリトルナイトメア2っていうゲームが出るんですよ。そこは普通にニコ、YouTube の方も一般公開、一般開放してやろうかなと思ってますよ。そこ目標にしてたんでね、ちょっと今こういう放送テストとかをやってたわけです。なんか言った？個人歩？聞こえない聞こえない。ああなるほど、 YouTube も IQ 下がる。まあ、それが一番世界平和ですね。お散歩普通じゃねえか。なるほどいいね。最速配信しよう。最速だとなんか深夜0時とかからになったりしたら大変なんだけど、さすがになんか翌日休みじゃないときついよねっていう。夢を見せる時って意識がはっきりしないじゃん。つまり IQ だってね。確かに夢を散歩普通でいいんだよ、わらわら。まあだからなんだろう、まあそのリトルナイトメア2をやった後はもういきなりこういう放送も開放してもいいかな。調査者は怪夢を見ているのだ。メリとかの内輪ネタね。どう、まあまあなんかでもさ、皆さんもさ、新しい YouTuber とか新しい VTuber とかの放送を見るときさ、別に一番最初の放送からまあ見ることもあるかもしれないけど、まあ途中から普通にね、配信、ある日の配信を突然途中から見るってことの方が多いと思うんだよね。そうしたら、あ、なんかこの放送ではこれがなんか名前の呼び方なんだなとかさ、これがなんかキーワードなんだなとか、普通に馴染むと思うんだよね。だから普通にメリとか書いてあっても、まあそれなりに解説はしますが、まあ別にいいんじゃないの？あ、そういうもんだなって多分、普通に割と受けられるとは思うんだけど。やってもええんやで。夢に関王に夢制御。ポケモンスナップ、ポケモンスナップやらんかって。俺ポケモンシリーズやってねえんだよな。ポケモンスナップ、まあなんかポケモンもなんかいろいろ出ても全く何を手、これ超怪しいんだけど。なんか言った？スナップだからなんかどういうゲームがあるのか全然把握しきれんけど、これ入りねえな。心臓の IQ が下がってる。IQ 下がってる。マヤポンの内部ネタ解説すればいいんや。大神やってもいいんやで。マヤポンが好きなものを使っていこう。ありがとう、助かるわそういうコメント。まあ普通にあのメリにか、メリ元々なんだっけ、うん、メリからメチだっけ。レインコートでどうかすぐ。その辺の話もあれですね、 PDF にまとめて皆さんに、会議前に配布ですかね。あ、レインコート、ちょマヤペディアでも作りゃいいんだよ。マヤペディア、メチは俺が作ったのよ。あれメチを作った、ちょ待って、これは、ね、おや、あ、戻れた。戻れなくなった。あ、戻れた。よし。で、また俺案件。また俺案件。新緑の森、メリ、メチ。嵐コメント対策。ポケモンスナップは。嵐コメント対策ってどうしたらいいんだろう。ゲーム屋で3月発売よ。あ、またこれから出る。待っちゃいました。これから出るゲームか、ポケモンスナップは。わらわら。危ない。いけるようにな。ご飯ですよ。だれ。初版だから。これ。来たぜ。絶対これじゃん。あ。
こういうおかブルボンでこういうお菓子ありませんでしたっけ。まあ嵐コメントつうか、なんかその辺ニコニコより YouTube の方が結構厳しそうな気がするけど、まあ普通になんかね特定の単語が弾かれるとかはあるみたいだからね。この先流れ変わったなだよ。え、ヤポンさ、なぜ人が真面目にアドバイスしてるのに紛らせるの。知らない、俺のせいじゃないっしょ、バグってんのは。一瞬やっちゃうの先そうかと思ったよ。ちょっと、いやでもなんかこの夜感好き、暗いけど。ダサめ、中華のお菓子にこういうのあった。あら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 、そうなんだよ。俺もそれちょっと思い浮かんだんだけど、あまりにマイナーすぎてブルボンに言い換えたんだよね。こういうお菓子。ヤポンはデバッカーだもんね。俺やりたくてデバッグやってんちゃうで。さっきの確かにちょっとバグだったね。もうレインコートに戻れなかったから。なんかおった、あ、これ、いやちょっとこれ邪魔するのは野暮なんじゃないですか。この先花月ちゃんの世界じゃなさそうなので、ビビリポンが見られそう。ネジリンボ、ネジリンボ、だってカップロ、お二人のカップロがいらっしゃる。いやこれ邪魔するのはちょっと、ヘイカップル、ね、カップル、なんでみんなそんな煽ってんの。こんにちは、あ、虫か。爆発するの、あ、あ、殺そうか。右の女の人を彼氏が守ってるな、これ。まあ殺傷もないことですし。そうなんだよな。キース、キース、映像中止、中中。おい男、お前あれだな、髪、前髪長くて左目隠して、なんだちょっと生きり陰キャか、お前この野郎。彼女守りやがって。ワイの方が可愛いやろ。殺傷探さなきゃ、殺傷探さなきゃ。雨降らせてやろうか。雨降らないんだよな。だから 3P しよう。なんか言った CHU 濃厚接触ですが、ボーイッシュ、あ、これゆりかっぽうか。ごめん、ゆりかっぽうだったら俺が全面的に悪かったわ。急に冷静になるな、アウト。いやでも待って、ゆりかっぽうだとしたら尊いな、女子3人じゃん。わあ、希望が見えてきた。直球でメリ、ゆりならここで眺めよう。尊い。ソーシャルディスタンス、ヘイ、ソーシャルディスタンス、ヘイ。バラの可能性は、ユリならたってなのか。なんだ、なんでみんなユリにそんな寛容なの。いっぱい良いね。ねえ、それより俺ゲームに集中しようよ。今見てる？ユリユリしてる。あ、ちょ、あ、はいはいはい、かわいいかわいいかわいい。ユリの間に入り込むとかね、ほんと最低なんで、人間として最低の行為なんだよ。割って入るのは。女子が3人でも愛し合う2人の間に挟まるのはダメなのだ。ダメなのだ、ハムスターかな。あら、ハム太郎。かわいい。ユリ勢多いな。なんでユリ勢。ねえ、ここほら。本当は怪しくない？へけ。かわいい。なんかあるんじゃないこれ。ん？座れない。座れた。え、襲ってきそう、この街灯。いいんだぞ。ユリに入り込む男絶対コロコロするまん。わかる、同意。許さん。ちんのちま様、さらにすごくなる。ただの変質者ですわ、ユリに挟まりたいやろ。本当だよな。法律で規制してほしいよ、マジで。ユリの間に入った男はもう1000万円以下の罰金、もしくは20年以下の懲役に処してほしいね。ライトついてないの関係あんのかな、気になるな。本家でしたっけ、もう全然昔の話だから覚えてないけど、交通事故で引かれてる、死体さん、本家夢日記だっけ。最近の派生ではよくある、座った時に解除されたエフェクトを立った時に付け直す機能ね、すごいよね。ユリの間に挟まった男が2人の挙式の金を払うってことで、あ、それでいいっすね。映画泥棒はユリに挟まるマンだったか。一生無限階段の夢を見させる系。いえ、いえいだ。あ、あ、ないの。死体さんも森の中の道路だったね。ね、だったよね。街中に寄ってきた。いけねえのか、生きてえな。あ、いけた。微妙にスイッチ回避したかな。勢いつければいいよ。一生無限階段はガチで拷問。反応してないだけ。イエーイ。
ケモン感あるかい？ちゃんと助走をつけて。助走っていう問題なんだ。ユリの恋模様を眺める人になりたい。歩道を渡りましょう。あ、そういうことね。横断歩道がちゃんとあるね。米で思ったけど、死体さんいると混みたいね。ドットのクオリティがえぐい。室外機好き。夜回りかな。室外機でけえな。助走って表現好き。若干夜回り感ある。あ、夜回り感。あ、なんか現実。ゴミ袋だ。ここいろいろ探してみるといい。なんかあれっすね、えらい日本大丈夫？怖い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 。なんか現実。君も現実。夢で現実。いや、おやおや、おや、いや今俺が言おうとしたのは、このなんか掲示板が結構日本っぽくねって思ったんだけど、そんなことを吹き飛ばすような。ひ、あら可愛い。マヤ、どんな池が止まった。大丈夫これ。うわ、目が動いてる。見てるよ。やめろ、見てる。今エモーション落ちてきた。え、これ首しかない。ゆっくりなのかな、もしかして。割と街並み自体が日本っぽい。まず女の子は急に落ちてきたりしないでね。怖いんだけど。隠しイベントとか確率大イベントとかある街。じ、日本。生首じゃないので平気平気。日本。あ、怖かった。まんじゅうだよ。屋根の感じも日本っぽいしさ、スズムシの声も日本っぽいんだよな。こういう日常感あるところでこっそり見られてるの怖い。日本っぽい。これはまんじゅうは可愛い。ねえ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 、さっきからコメントでもあったけど、に見てるよ。絵もやめて。あかりさん、あかりさん、日本、日本が読めないんですか、あかりさん。あったらよかったのにな、チラチラ。なんならボイスが日本語だしな。一番怖いのって日常的な。そうなんだよな。そうそうそう。日本。かすかの声であった。なんだっけ。日本。見てるよだっけ、あの。日本。うっすらの入ってた声。日本っぽい。日本。日本よ。結構日本。日本オマージュゲーなのかな。お、かけ。聞こえてますか。日本。聞こえてますか。日本ぞ。日本。Can you hear me とかじゃないんだね。日本人向け。ね、日本人向けなのか。まあ元の原作が日本の作品をね、いいって言ってくれる海外の方は結構いらっしゃいますからね。日本ポポ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 。日本。マジで今マヤポンの声でビクンってきたからやばい。それはどっちかな、恐怖の意味、それともあっちの意味でかな。なんつってな。そ、もしそっちの意味でビクンときたんだったら、とあるサイトで音声作品を買うといいんじゃないですかね。え、違う？あ、なんでもない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 、はいはいはい、はいはいはい、はいはい、よく言えば日本かぶれ。え、なんて、なんでもない。セクハラですよ。うるさい。でも、なんでもない。友達の感じの日本ってほぼないんですよね。そうだね。マヤポンはそういうやつなんだね。くっ。エッポン。今日マヤポンおかしいぞ。そう？かぶれはよく言ってないだろ。マヤポン君さあ、はい、なんすか。コミュ抜けます。やめて。あー、またコミュニケーション始まった。いつもでしょ。そうだよそうだよ。え、いいのかそれ。塀がめっちゃ。コミュ抜けて入ります。ありがとう。ループして、ループしてないな。また別だよね。あ、ここなんかありそう。コミュニケーション、あ、コミュニケーション始まった。やめろ、始めんな。そういえばコミュ抜けてなかったわ。何その1日1回抜けなきゃいけないみたいなやつ。チャンネル登録解除します。いや、数少ねえんだから入っといてくれよ。抜けたら分かっからな、こっち。これ本当にマヤポンなのか。トレンドで見れっからな、 YouTube は。自分も解除します。何、 YouTube のコメントでマヤポン KU100 買うって。 KU100 ってあの、あれってなんだ、どこまで。ダミーヘッドで本当に ASMR を撮るとき用のマイクというか、あの頭の肩プラスマイクみたいなやつでしょ。いらないけど欲しいよねっていう。しますイケメンか。今解除しました。やめてくれ。入れた入れた。イケメンか。ビビ君。いや、人だな。女子か。不審者さん。
でもなんか2つお下げしてるよ。入れた入れた、ハエマの毛。ん？コミュニケーションは礼儀。礼儀やめんか。後ろ髪じゃない。あ、かわいい。でもきっと挟まれないから。あ、なんか女の子のアイコンが天、そう、滅。何、陰陽師かなんか。ポッケに手を入れて歩くなんて危ないぞ。マヤポン知ってるか？ YouTube のチャンネル登録者数俺より多いんやぞ。え、そうなの？外はねくん、外はねちゃん。またゆり？なんか中性的な子ですね。中性的だね。人を探してるのかな。この陰陽師といえば劣等陰陽師。髪の毛もふもふれね。陰陽師、陰陽師、陰陽師って呼んだな。なりそうだな。僕の夢日記チャンネルよりもうすでに多いっすね。すいません、まだ動画も公開してないのに。ろくに泣いてもいいやな俺。いい、エフェ変えてみる。そうだね、まあ YouTube も一緒だよ。 やってりゃ増えるでしょう、人がね、ちょっとずつね。細かいな。俺だってしょぼいなりにここまで来るなり、あんなことやこんなこと、悲しい思いやら美味しい食べ物でここまで来たんやで。オン。おい、乗ってくか。車が大破したりね。へい、車が大破よ。よく知ってんね。車リアルに1台廃車にしまし、潰しましたからね。サバの味噌に食べながら見てます。何、銀盾もらうまでやれ、メリマ店廃止。銀盾って有効的なあたり、まだ追いかけ登録10万人だっけ。にゃん。まあ、あと300年くらいあればいけるのかな。車が壊れた人が見る動画好き。こいつ追いかけなの？そういや追いかけは見つかりましたか？え、追いかけって何？キムテテは誰が持ってるんだろう。金盾って100万人かな。うわうわ、追いかけはまだだね。登録者増やすために車破壊したのか。おいごら。自販機だ。あれ待って、でもお金0円。金盾がキムタテでめち。キムタテって北の国の人かよ。キムタテさんって。ガセさんエフェクト欲しいね。キムタテ総書記かな。売ってないかな。あー、日例の自販機ねえかな。あのクソ熱々のポテト食いたいんだけど、しなしなで熱々のポテト。車的な。冷蔵庫に入りました。キャピン。キムタテ。買えない。殺傷エフェ欲しいね。さっきの子が追いかけになるか、リア充が追いかけになるか。追いかけになるの？追いか、あ、殺傷エフェクトがないからかな。お金がないから何にも買えない、せちがらい世の中。ハンバーガーの自販機、せちがらいのじゃ。自販機のベンチの下にでもありゃいいのにね。うどんの自販機食べたいな。お金あっても買えない説。それループしたのか。怖い怖い。急、あれ、これさっきのとこと違う。案外設定されてない。違うな。え、自販機食べたいんですか。いや違う、食べない。この子さ、見てるよ、やめろ、怖いから。エモーション。自販機を食うのか。これ目がさ光ってて怖いんだよ。自販機うどん美味しいよ。ですね、それでも街は回っているっていう、先生、まあ漫画というかアニメで、先生はトイレじゃありません。なんかね、主人公たちが確か雨に濡れてコインランドリーに入る回があるんですよね。そこで確かハンバーガーとうどんだったかな、自販機の。今は懐かしき。それを見てさ、こう雨で冷えた体をあったかいうどんで温めるみたいなエピソードが、すげえ食いたくなんだよね。アルソックかな。アルソック。マヤポン、そこ塀に挟まれるっけ。どこ、塀に挟まれる。何、塀に挟まれるって。猫ちゃん、猫ちゃんの擬人か。掲示板が3つあったところ挟まれる。たまに SA でうどんとかラーメンとか売ってる自販機あるよね。心が温まる。ビビる、助かる。あい、お待たせ。助かる。今女の向き違った。
今日のミミリポン。ビビリありがとう。隠しイベント一つ目。なんだろ今の。ビビリくん。クソビビリいただきました。さっきの家花月ちゃんのじゃない？ビビリポンいただきました。急だよ。ビビリ切らしてた。急だよ。忘れてたわオープニングの警告。でもクソビビリポンもらえたからよし。ピンクの家花月ちゃんっぽいよね。息を吸うようにイベントを起こす。イベントなんだろうけど気づかんってこれは。ちょっともう一回見てみよう。普通に戻れたからもう一回見れるんでしょうね。あれ見れない。実は派生の中でもバグ演出が多めの派生やぞ。あーでも今のはびっくりしたけどバグ演出って俺結構好きなんだよね。バグったお家1回だけかしら。また俺引いちゃいました。またあれだな、起きれば見れんのかな。いやでもびっくりしたけど音も結構あったからびっくりしたけど。へえバグ演出なんだ。はあバグ演出は好きで。何赤い家がここがこの花ちゃん。なぜか1回切りなのよね。確か今のっぽい演出はもう一箇所。あ本当にちょっと、あ本当だ、これ私のお家じゃない。私のお家、これもうちょっと広くなかったっけ。私ん家のほんまちょっとあれかな、世界の都合かな。世界の都合で圧縮されちゃったんじゃない。アヒルちゃん、アヒルが見えるね。ね、まあ、やっぽんにドキドキ文芸部やってほしい。あ、ほんとだ。死ぬ間際ファミリー何死ぬ間際ファミリー一夜で。ほら、下から見ると圧縮されるじゃん。そういう問題か。ドキドキ文芸部は長くなるぞ。あ、ちょっ、じゃあここは花ちゃんの住んでる町。伸びたり縮んだりしてる。ファミリー好き。なぜここで伸びたり縮んだりするの。伸びたり縮んだりしろ。うまいな死ぬ間際ファミリー。それ何、元既存のネタなのかな。影から出たり入ったり。死ぬ間際ファミリーもしオリジナルになったらやりようによってはバズるぜ。そのセリフ。感知範囲に入ったからだね。スクワットか。あと15分ぐらいか。あ、放送時間的にそうっすね。まあ普通に一応9時ぐらいを目安に。追いかける前の準備体操かな。え、追いかけるとか。死ぬ間際ファミリーなんかで聞いたことある。やだやだ、追いかけとか。てか広くねここ。ん？今なんか誰かの声が聞こえた気がしたけど、RPG の主人公パーティーとかフィールドマップで村や町より大きくなることあるよね。二重の極みファミリーとかないかな。なんでだよ。あれ？いや新しいやつだなまたこれ。なお元ネタは知らない模様。うわ怪しい。ここは、え、他にもさっきのバグ演出があるというコメントがあったよね。あ、え、何、あ、あ、何、死ぬ間際ファミリーと大きなお家、借金地獄。ひどすぎる。なんだよ意味深コメント。なんだよそれ。あ、意味が違うだろそれ。右から左に今の自販機あった場所通ってみよう。え、あ、分かってない。いや分かってないよそれだって。初見です、初見です。どこ行った、自販機なくなっちゃった。ん、おるといいな。ん、何かいるの。なかったら、ちょっとあの心臓が痛い、心臓痛い。ありゃ、え、何、なかったら離れてもう一回。え、マヤリン、ちょっと待って、なんか、え、心臓確率。心臓って字が違う。あ、よくわかんないけどなんか言っておこう。
ちょっとあの覚悟は必要なやつかろ。ちょっと待って、終わっちゃう。心停止やめて。多分いや本当俺なんかさ、右から左に通った時のみだと思う。死ぬ間際ファミリー町外れの大きな屋敷。俺やだな、なんかこの生放送で心停止すんの。よくわかってるようでわかってないけど言っておこう。安倍の生命。ざわざわ。怖い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 って言ってこないと怖いわ。来るぞ、もう来る、来るんだろう、なんか来るんだろう。うわいるな。確率イベント回収は夢日会の定めやで。ちょ怖い。やっぽんが心停止で倒れたら突撃して救急車。怖い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 。やだ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 、ちょっとほっと怖い。違う違う。ちょっとあの、まあ、心停止好き。シルバニアファミリーで遊んで怖さを紛らわそう。自分の時も右からだったけど左からだとないのかな。はあ、あ、ん？これはもしかしたらあるかどうかはもうちょっと離れた場所かもしれないね。何か来る。上からだったんだ。ちょ、やめてやめてやめて。あれ？これは普通にループしたんじゃない？あ、ループしたな。ループしたな。さっきのカップルいない。あ、ま、ループしてないわ。多分一番下に来たんだ普通に。左からはあのくぼみがないから発生しないと思う。カポ、なに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 、怖い怖い怖い。やなんだけど本当に。ここにもなんか、よかった、俺じゃあ回避回避回避した、回避したんだな、よかった。この世界構想ね、地味に広いんだよな。え、なんかある。もうもうなんかなさそうなんですけど。ここにもなんかあるけど、見るならさっきの自販機の片先がおすすめ。え？フェンス。ちょっと戻ろっか。いっか、あ、今画面きあれだな、マップ切り替わったから。ここにも別の大イベントが。なんかやん、嫌になってきた、怖くなってきたんだけど。戻ってカップルいないね。動画的には良くない。いや、ちょっとやだ。怖い。マヤポン、俺たちのためにビビってくる。もういいよ。いい時間だよ、そろそろ。さっきからメニューに逃げるな。だってメニュー安心なんだもん、メニューって。マヤポンの心臓を停止したら骨は拾ってあげるね。なんかチラチラいるんだよな、この人。マヤポン、オラにビビりを分けてくれ。イベントから逃げるな。心停止したら呼ぶから安心。メニューもすぐメニュー開くから。うわっ！ひっひっ。ちょ。ついに来た。ビビリ、わら。ありがとう。びっくりしてちょっと椅子ずれちゃった。いいビビリだ、わらわら。クソビビリ助かる。逃げろ、おうおうおう。あ、でもまあ良かったのは、今これでさ、一応左になんかあるっていうのは分かったから、いきなりなんか怖いのがバッて出てくるんだったら俺死んだね。このイベントはまだ序の口やで。あれ、どうした、小銭泥棒かい。ついで、あ、よかった、まだ意外と。でも恐怖度的には2くらい。あ、隠れた。無料だ。ちょっと、はあ、日記派生としては珍しいタイプの。え、見つかるじゃん、見つかるじゃん、見つかるじゃん。序の口じゃない子、かわいい。え、バレ、やぶやぶ。お腹鳴っちゃった。美坂さん、あ、なんだこの子、かわいい。クラゲが不良デメリ。あ、クラゲが気を紛らわしてくれた。あ、あ、やべ、こっちに来た。クラゲちゃんが助けてくれましたね。助けてくれた。本所の子、この子に助けてもらった。今のこのイラスト描くしかねえな。助けてくれた。クラゲちゃんもクラゲちゃんも可愛いんじゃ。あ、珍しい、なんか人対人のイベントでしたね。うん。ここ本所の子、ここ。そっか、これ RPG スクールだ。今ほっぺつめってた。超スター化の連携的な戦法。
ほっぺつねって消えたんだよ。あの子も夢見てるんだろうね。そうそうそう、あの子も夢、この世界に入ってきた。だからこの子も頬をつねって起きた。そう、かわいい。この世界が私だけの夢じゃない。あの子も夢見てるんだ。俺てっきりこいつが襲ってくるのかと思ってたんだよね。まさかのせいで複数プレイヤー説。そうそうそう、そんな感じ。MMO ですか。夢を共有してるのかな。面白い。よかった、びっくりしたけど恐怖系じゃなかったわ。シャミ子、シャミ子がモモの、あー、モモの夢の中に入ってきたんだね。花月ちゃんの領域じゃなさそうなんだよね。花月さんちゃんの領域とかあるんだ。ということはさっきからいる子たちは夢に迷い込んだ子なんだ。そういうことだね。夢日記オンライン、夢日記オンライン、他の人と夢がつながってる派生、すげーな。ということはこの町女の子がいっぱいね。メリ、夢日記オンラインじゃん。はえ、さあこっからシャミ子が悪いんだよ。ってことは、不良ちゃんの夢の中か。ここからやべえぞ。な、やめてよそういうこと言うの。本当に集合的無意識的な。でも花ちゃんの家あったから花ちゃんの地元のはず。ちなみにあのイベント見るとさっき自販機殴ってた子が追いかけとして出現するよ。設定が斬新だね。ちょっと音量下げとこうかな。音でビビるからさ。はあ、イベント起きるな。追いかけになるんかい。ネタバレ。イベント起きるな。マジイベント起きるな。もういい、もういい、いいよ。花ちゃん、十分だよ。音ビビり助かる。ないよ。そして木の下の影をよく見てみよう。追いかけってカエルの動画聞くのかな。木の下の影、ちょっと待って、微妙にこれ見づらいんだよな。なんだ、老眼かな。影、影、なんかある。縦方向の道路のどちらかを見るといいよ。貴様、影のものか。縦方向の、さっきの悪ガキバナちゃんに嫌がらせしてた説。ドキドキ。ここなんか膨らんでない。うわ、マジか。気づかんて。メスガキバナ、気づかんてこれ。ワクワク。あら、ドキドキ。ペーロンだ。レースゲーム始まる。アールイン、インの名を知らしめた。めっちゃでかいイベントが来たるぞ。来るかも。やめよ、そういうこと言うね。うわ、ペーロンのことか。ちょ、ここ、やっべーぞ。こけた。ペーロンが動いなだと。猫車解除。マヤポンの反応を期待して。あ、来た来た来た。メスがキバナっていう品種かな。え、いいぞ。はあ、怖い。やだ。ペロ、これはペーロン。は、うわ、こわ。バグきた。は、うわ、は、うわ、あ、寒い、寒い。やあ、え、え、おそれ。メニュー、メニュー、逃げろ逃げろ逃げろ。メニュー、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 メニュー。親父、マヤポン、頑張れ。早い。頑張れ。いや、無理無理無理。ちょ、な、なんかもうおかしいもん。メニュー、ダメです。でも好き。メニュー、ダメだ、ダメだ、キー。できそう、詰まってて、マジ。あ、やばい。うわ、なんだ、なんだ、つか、一発で捕まるとこじゃないんだよな。うまく引っ掛けたら、来ない感じか。マヤポン、対策されてて、メリ。メニューに逃げるな。あ、メニューください。あ、失敗。これ逃げ切れるの？これ失敗ですね。確かに逆再生見える。失敗。もう一回遊べるドン。もう一度挑戦できるドン。残念ながら逃げ切れるぞ。頑張って。はい、
と。マヤポンキムチ鍋食べた後みたいになっててメリ。実況者虐待動画はこの動画で最初に立ち止まったからダメでしょうね。実況者をいじめる放送はここですか。はい。怖いのなら変わってやってあげるよ。IB で鍛えたから大丈夫。やっぱそうなんだけどさ。泣かないで。これを超えればマヤポンの求めてたもの全部が手に入るぞ。頑張って。まあ。わかったわかったわかった。もう一回な。これ超えたら超綺麗な世界来るぞ。もう俺信じないからそのコメント。いやでもまあまあ。まあ普通にとか。今まで可愛い世界まみれだから黙ってたけど、うん、RE イン死ぬほど怖いんだよな。ちょっともう何も信じない。なんでしょうね。まあ普通に怖いイベントじゃないですか。けどほら、何さっきあの世界を切り開いてきた巨大な手、巨大な人、あれちょっとメタ的な、なんでしょうね、夢の中に無理やり介入してきたみたいな。あの怖いけど、まあ演出としてはいいよね。さてじゃあもうメタに切り込む作品なのよね。すごく好き。あれプレイヤーだったりするのかな。うん、そう、そういうことも考えられる。あれは現実で装置を頭につけて介入してきましたね。わしを信じて、まあ、わしを信じて、わかったよ。これで夢が覚めるよね。なんか怖いね。普通に進んでても追いつかれるけど、どうするんだろう。さっきのうまく引っ掛けたり、まあ立ち止まらないように行くぞ。てっぺ、別のプレイヤーか。わしを信じて。あれ急に始まった。どうする、うまいこと引っ掛けが効くのか。これ引っ掛けられてんのか。この夢の本当の持ち主とか。止まらんじゃねえぞ。でも結構、でも何回かのライフ性だよね。これライフ性、何回かは、あ、また急に切り替わるんだよな。あ、速くなってる。いいね。うげべべべべべ。何回かは多分大丈夫。捕まっても。お、やべ、パーフェクトゲームだこれ。6回くらいは大丈夫。すまんな、飲み込みが早くて。頑張ってやり過ごすやつ。飲み込みが早くてすまんな。ごめんな、もう一回くらい失敗した方が面白かったかな。いいよ。でも好き、このアイス好き、嫌いだけど。あ、見えね。追いかけのやつがこれ以上進むなって言ってるのかな。かな、曲がリバースですね。あ、皆さん元気ですか。私はもうダメですね。エモい。あれ、なんかちょっと配色が変わった。今白黒メイドみたいになって可愛い。早い。2回。待って。あ、飛んだ。あ、マジか。決定キー。なんか頭に三角ついてない？来た。もう止まんない。いや、もうないよね。2回目で成功は早い。メニュー開けない。やったか？すごい。お。すいません、ちょっと、うまいところ出ちゃいました。お。いや、まだ油断できない。まだですよ。来るぞ。急に来るぞ、きっとこれ。安心しない。もう安心しない。信じない。変わってない？何も信じない、俺は。さあ、行こう。私来た。ん？学際政権賞を待ってる。やった。キャンユヒアミ、あ、聞こえますか？イースしか選べねえ。おお。やばいぞ。私を見つめてました。マヤポン頭いい。なんで私を見つめてました。あなたは誰だって。ニュー、あ、言ってる。怖いの来る。あなたは誰。怖いの来る。普通に別人の模様。あなたは誰。いや、ご注射だ。はい、AMI。
聞こえてますか？聞こえています。あなたは誰？うわ、向こうの顔がやばかった。鳥肌。いや、俺ちょっと顔がちょっと、ここでセーブしようとすると確認できなかったな、あんまり。すいません、ギフトいただきたいので全く見逃してましたけど、ありがとうございます。ビビリ注意。メニュー開けね。やっと半分。は？なんかさっきの手が花ちゃんを守ったのか引きずり込んだのか、どっちなのか。そう、手が急に来て心臓に悪いね。まあ引きずられたよね。セーブしよう。セーブ。あれが引きずられた、捕獲されたのか、それとも守ったのか。上の子の顔をちょっと見、あれ出てた？俺見れなかったんだけど。今日はここまでかな。あ、ちょっと、あ、違う、これちゃう。あ、戻っちゃった。待って待って、ごめん、ダークモードに行く。あのちょっと、え、嘘でしょ？セーブは？すいません。おや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 。あのイベント見ると現実でセーブできなくなるんだよね。は？ほら、月3ポイントビビリ助かる、ゼロ PT を送りました。2820。ゼロポイント、ゼロポイントやめていただけますか？さあ、夢の世界へ。は？夢の中に日記あるよね。うん。ノブ、ちょ、ところでドア開けてシフトキー押すと楽しいよ。本当に？ないよ。え、ないよ、何も。ないよ、ないよ、ないよ。本当にある？シフト押したよ、今。ないよ。あ、今イベント中だからか。もうコメントが不穏すぎる。まだ夢は続いている。嘘。寒い。メニュー開けないの。いえ、この派生初見だけど撮っても可愛いですね。本気で言ってるそれ。てかいる。さっきの子がいる。あなた肌へ。あれ、あれ、あれ、初見です。あなたはどれですが。ん？ I finally found you。 なんだ？私のあなた最終形態見つけた？私です。やっとあなたを見つけた。やっとあなたを見つけた。見つけた。あ、やっとってことか。ついに見つけた。これはどっちの？右の子のセリフか？いえ。You are the voice I've been hearing in my dream。 あなたの声が私の夢の中で聞こえていた的な。あ、この右の子の声が今主人公の俺の操作してる花月ちゃんがかすかに聞こえてた。あなたは誰？右の子に対してね。あなたは誰？あなたの声が夢の中で聞こえました。ホラスキさん、たまにそういう真面目ちゃんと翻訳してくれるのな、そういうところは。What is your name? 最終形態花月ちゃんです。教えない。You don't have a name。 お前は誰？じゃ名乗れ。名前を持っていない。ほらついてるかもね。吸血鬼。目が赤いよね。あ、思い出？オープニングで今うっすら聞こえた。くそ、音量バランス難しいな。
玉しつきだって言ってたよ。玉しつきつって言ってたよ。玉しつき It mean with a soul。 あ、その意味は魂とともに、あ、魂つきだ。魂つき。ウィザソル、魂とともに、魂つき。はい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 。魂つき。I find your name and ってことは bring it 魂さん back to you。ストーリーが濃い。私はあなたの名前を見つけて、そしてあなたとともに戻るって感じ？俺でも読めるタイプの英語でよかった。あ、未来形だったから、あなたの名前とあなたを連れて帰る、約束する。 I promise。 あなたの名前を見つけて名前を返しますみたいな、うん、そうだねそうだねそうだね。 Until then、 そしてそして的な感じか。 Can I call you like that? ん？ Can I call you like、 なんて呼んでほしいみたいなことかな。その時まで、その時まで、あ、そのとガバガバ翻訳か。その時までなんて呼んでほしい。魂付きって呼んでもいいみたいな。あ、サンキュー。花付きです。花、かわいい。花付きです。これ音量上げてえな。ちょっと今音量上げとこうかな。少しごめんね。でっかいドーンって音が来たらもうゲームのせいだからな。音量上げとくよ。ちょっと花付きです。 You can call me花月、花月って呼んでください。いい、花月ですって言ってた。自己紹介好き。最高やな。あ、ごめん。声は今加湿器が乾燥してますよって怒ってる。ピーピーって聞こえた。あら。で、It is a pleasure to meet you。魂付き、ん？加湿器です。加湿器です。うまいな。加湿器です。派生でここまでセリフあるの珍しい。あえて嬉しいよ。魂付き。嬉しい。プレジャー to you、ね、あなたに会えて嬉しいですみたいな。魂付きに会えて嬉しい。加湿器です。加湿器です。加湿器持ち。湿りっき主人公加湿器。湿りっき主人公の主人公の加湿器。新しい派生が今ここに生まれた。海外派生は物によってはめちゃくちゃセリフや文章あり。君ら天才やな。あえて嬉しいよ、加湿器ちゃん。加湿器じゃねえって。もうほら混ざっちゃったよ。まや、ポンのところの加湿器ちゃんなり。でね、まあまあ、まあ、いいとして、いいとしてさ、制作者さんの声なのか。夢、日記はかなり少ない方やね。加湿器ちゃん好き。さっきの世界のどういうメタなんだ。メチ、この子はまあどう考えてもルックス的に花月ちゃんのなんかちょっと大人になった世界っぽいけど、ずっと夢の中になんか囚われてたみたいな、囚われてた的な感じなのかな。え、頭やぽんがよく言えましたね。わかった。それで、あ、ちょっと待って、これでセーブできるようになったかな。あ、チェンジ、加湿器、いや違う、加湿器じゃない、何だっけ、魂付きちゃんにチェンジした。はい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 。で、分かったよ。主人公なんですね。それで、それで多分こっちの世界も入れるようになったんでしょ。あら、加湿器になっちゃったよ名前が。ええ、加湿器、わらわら。これではいけないけど、とんでもない言い間違いをしたな今俺な。加湿器になっちゃった、わらわら。ひどすぎる。チェンジ、加湿器ではない。え、今本気で間違えたの。あー、やっぱり。ちなみに夢の中の部屋でセーブできるよ。もう加湿器でいいのか。はい、また来週。はい、また来週。調べてみて。加湿器ちゃん、左の方行ったらどうなるのかな。夜。加湿器ちゃん。あの、本当ごめんなさい。本当にそう、悪いのは俺なんだけど、あ、いけるんだ。100% 悪いのは俺なんだけど、加湿器ちゃんっていうのやめてあげてくだす。自分の中でこの子は加湿器になった。次週か。ごめんね制作者さん。加湿器ちゃんの世界は暗いのかな。え？これはすごいぞ。エフェクト使ってみよう。ちょっと私大人になってヒップウエストが増えてこの扉通れないの。ごめんね。曲だけで楽しんでね。ごめんねってことか。
斬新だなこれ。曲しか聞けないのかな。斬新だなこれ。曲だけ聞けるのか。ね。チラ見好き。A。楽しいことが怖いのかな。あれ戻れるこれ。チラ見可愛い。起きるのか。今これで今ここで起きるってなんだ。あメニュー。お。そっとしておこうってことかもしれんぞ。可愛い。チラ見シフト使えるのかな。あ何もない。この子の部屋気になる。美しい。起きれんのかな。ちょっと待ってな。少女。ねえ可愛いこの子。魂さん可愛い。美人さんだ。ちょっと僕からまあこれはまだ今ソウルレスって書いてあったんだよね。魂好きザソウルレス。ソウルレス魂がない。ね気になるよね。これが加湿器ちゃんですか。曲でっけえな。ベッドは調べるなよ絶対だぞマジ。え本当にベッドは調べるなよ。包丁持ってマヤポンの家に向かってったぞ。えなんでベッド調べたいけど。じゃあこれは次回ですね。変わってるやんけ。起きれる起きる。あれんちょっと調べるしかないな。ないよ。バグるのかな。セーブしてからにしろよ。あそういうこと言う。日記持って机に向かうといいぞ。待って日記できる。日記どこにあるどこにあるの日記。まだ物語は続いている。魂がないから起きれません。ああなるほど。エフェクトで持ってるで。え僕らはまだ覚めることができないんだなって。ダイアリー。あそっか。あなんだそっか持ち歩お歩いたじゃん。持ち歩いてんのかこれ。普通に部屋にある日記帳なんだ。だからなかったのか。そういうことかいな。というかあのちゃんいなかったぞ。物語とテールをかけた高度なギャグ。え魂つきちゃんは最初からダイアリーだけ持ってる。そうだね最初からダイアリーだけ持ってるんだね。他のエフェクトがなくなったんじゃなくてダイアリーだけ持ってるってことか。いけんのかな。待ってじゃあこの子は夢の中でセーブをする。あ、ちょ曲は優しい。ちょっと一応あーいっぱいある嬉しい。セーブデータずらしとこう。面白いな。花月ちゃんもダイアリー持てば夢の中の机でセーブできるがもう現実ではセーブできない。うわ何それめたい。現実でセーブできない。夢の中でセーブできる。はあそれは面白い設定だね。じゃあ皆さん今日はここまでですね。あ、セーブ警察がいる。YouTube の方に深い深いところまで潜ってしまった。なんか新しいな斬新な要素結構あるな。セーブしたからこれで心置きなくベッド連打できるの。え、何それ。じゃあそれは分かんないけどまた今度な。さあベッド調べてみよう。え、今度にしようよ今やるの。何があんの。これは今後のバージョンアップが楽しみだね。ちょっと見ちゃおっかな。ちょっと見ちゃおっかな。気になる。さてではベッドに。ないよ。ベッドは今調べるといい感じに追われるぞ。確率値降りちゃうでしょ。今の違うね。今の違うね。違う。今ダイヤ。今のダイヤリーで起きる戻るやつが。ちょっと待って。今俺が間違えたんだよね。でもなんでグリッチになったの今。果たして夢日記と言えるのか否か。しよう。待って今の違うよね。今のベッドイベントじゃないよね。え、今のベッドイベントだった?今シフトをしたんだよ。だからダイアリー発動しちゃったんじゃない?夢の日記。また俺バグっちゃいました。ないよね。あっ。F12 に指に添えとけ。魂つきちゃんはよく使用でバグる。え?あ、びっくりした。うわ、ちょっとあれ、ちょっとエッチですね。え、何もないよ。何もないよ。ちょっと今目をそらしてるけどね。何かあったら困るから。え?え?ないよ。確率だから連打するんだ。うわ。出た。
構いくね。好き。すげえ早い。どこ行くねえ。壁抜けした。このイベントめちゃくちゃ好き。バグ演出大好き侍。怖いんだけど。ちょっと、なに。下からニュ。ノークリップオフ。魂付きが暴走して最後に食べて連載は終了。あのすいません。ん？ニュー。何もないよ。あ、なんか来た。あ、うごあれ？あ、にゃん。動かせてたんだけど、上下左右逆。今。我ながらこのイベントよく見つけられたなと思う。上下左右が逆です。え、何これ怖っ。怖い。どういうこと？このイベントフォロワーさんが触って一発で見つけてて笑った。よくわからん。何起きてんの？何これ？メヌーは？開けん。なんか真ん中にあるわ。ここに追っかけじゃん。まあでも一回分かっちゃえば怖くはないかな。へ、あるね。あった。あ、やべ、これ出てきた子たちかもの。うわ、なんでこれ。自分が透明なんじゃん。めっちゃ好き。上を見てみよう。なんだこれ。ドッキリだけやめて。マジで。え、めっちゃ好き。私真ん中に魂月ちゃんがいたのかな。綺麗。さっきの住宅街にいた中性的な子いた。素敵だ。めっちゃ好き。ボットになっちゃった。皆さん素敵だっていう。ちなみに漫画夢日記は夢が暴走し始めて謎付きがポニコを泣きながら調理して連載終了。漫画夢日記ってあったな。いいとこだけど。ご飯なんで行ってきます。行ってらっしゃい。もう終わりよ。中性的なことは別だぞ。なんだっけ、素敵だっていうコメントあるけど、あれ動画いや俺まだ安心できないわ。ん、マイナス1。連載終了アメチ。それは何、俺がアーカイブをアップしてないとかそういう話。マイナス1、俺アーカイブアップしてないの？覚えてないんだけど、してないかもしん、してないよな、よく考えたら。あれどうした、そういえば。ちょ、ごめん、メモっとくか。俺、マイナス1ってアップした記憶ないけど。そういえば、この間、派生やってたやつ、アーカイブなかったね。そうだよね、派生、前回の、前回の、あ、日記派生のやつ、生放送後半しか見れなかったから見たかったな。アーカイブし、アップしてない。違うのか、ありがとう。俺、完全に忘れですね。で、待って。で、これもなんか、いつでも発覚してますね。なんか何もなさそうだよ、もう。何？まずあの、ベッドに乗ってから、あの、枠外にはみ出すっていう、あの、メタ的なイベントものすごく好き。わあ、ら。Find her name。名前探すのってどっち？彼女の名前を見つけろ。私だよね。彼女の名前。彼女と？彼女の名を探せ。彼女。彼女の名前を見つけて。私彼女。ちょ、めっちゃ近づくぞこれ。君の名は。町の中性的な方なくて追いかけちゃないかな。Find her name。ソウルレスなのは名前がないから。このゲーム最大限にメタイからファイルひっくり返したりして遊ぶといいよ。銃声、なんという。俺の名を言ってみろ。なんだなんだなんだ。あっ、嘘、ちょっと。名を見つけて差し上げろ。やだ。嘘でしょ。いいぞ。
最高。いえ、ゴーン。怖。かなり怖くてめち。Can you hear me? 聞こえます？嫌です。嫌どす。進撃のメリ。ミミリパスカル。手震えてきた。あ、見えね。文字見たくない文字またいきなりバグりそうで。みんな、みんな読んで。みんな読んで。俺読みたくない、これ。怖い怖い。進撃のメリ。何？なんて書いてあんの？微妙に かぶって見づらい。あ、視聴者さん助けて。翻訳か。Is nothing to be gained from this unfinished void。あ、全然わからん。見えねえ、わらわら。エージ崩れて見えない。全然わからん。もうやだ、翻訳機能は終了しました。お疲れ様です。どういうこと？やばい。未完成の空虚から増幅して延長が有効になっています。何それ、ちょっとこのタイミングで。時はご注意ください。まあまあまあ延長しといて。じゃあ、で次行くよ。この未完成の空白から得られるものは何もありません。うん、Google 翻訳。はあ、未完成の空間からは何も得られない。はあ、そういう意味。この未完成の空虚には何も増幅するものがありませんみたいな。翻訳班マジ助かるわ。で。何も得られません。彼女の名前さえもっていう感じかな。で、the name we need is not the… やべ。the name we need is not in the game。 あかりちゃん動かしてるカメラのバッテリーがないって罪ですか。ちょっと待って、バッテリーがない。あかりちゃんが、あかりちゃんが神経質した。一体何者か。ゲーム内に名前はまだない。うん。終了まであと5分になりました。ご主人様申し訳ありません。延長に失敗しました。え、失敗してないよね。延長しました。どっちだよ。延長しました。延長したね。オッケーオッケー。私たちが必要とする名前はまだこのゲームの中にありません。そうそうそう、そんな感じ。何の成果も得られませんでした。あ、文字変わってる。必要な名前はまだゲームに出ていません。この未完成の空白から得られるものは何もありませんだな。で？このゲームには彼女の名前はまだありません。これなんて書いてあるの？赤くかかりりりりりりちゃ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 。ああ、バグっちゃった。あかりちゃんが。延長しませんよ。何かの間違いでマヤポンのご尊顔が表示されたりして。勘弁してそれは。延長できせんでした。できせんでした。我が輩は魂付きである。名前はまだない。なんか帰れ的な話だよ。ウィッシュドゴーバック。最初の単語知らないわ俺。パーハプス、あ、条件満たしてない。多分私たちは戻るべきです。はい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 。マヤポンの身なら見えてるよ。俺かよこの夢。私たちは戻る必要があります。終了まであと4分になりました。嘘でしょ。ゴーバック、ゴーバック。ようやくするとまだその時にない。戻った方がいいかもしれません。ポンポポポポポ、出た。え、これどっちだ。延長しました。30分延長しました。ちょっと待って、今さ延長に成功しました。F5機能見え、皆さんに見えてないこの演出はガチなのかな。あかりちゃんが傾いてて可愛い。ちょっとお待ち、今ここには何もないよ的な別ウィンドウが出てきた。パーハップスは多分って意味かな。今自分のまな板に打ち込んでてね。画面キャプチャー、画面キャプチャー。なんてベポパンって言ったけど、やばい、もう見えない、分かんなくなってきた。画面キャプチャー、多分ファイル欠損で今頃強制終了してるだろうけど使用だよ。ダイアログ読んで。これフォルダに干渉する系のゲーム。見えてない。にゃん、うん、知ってる知ってる。またまた、え、スクール2003でそんなことできるんだ。いろいろすごい。今これそうだよ、こんなん出てます。ワンショット味がするな。これなんてワンショット。頑張ればできるよ。すごいシステムに干渉するの。あ、The file, her name cannot be open。 うわ、彼女の名前のファイルが開けません。これは演出だろ。微妙にこのあのバッテンの字とかもウィンドウズとちょっと違うっぽいんだよな。場合によってはパソコン乗っ取りに近いこともできた気がする。ひえー、じゃあ待って、一回これ消して、これ OK 押せばいいのかな。あれ、すげえ、ゲーム落ちたな。彼女の名前のファイルが開けません。ワンショットにすごい、さあ怖い。はあ、
すごい。今こんな感じになってます。こんな感じになってます。また今度挑戦してくださいね。はあ。あら、かわいい。かわいい。まやりちゃん。こんな感じになってます、今。あかりちゃん、キャラは？おっとっと、危ない。どこまで見せていい？かわいい。こんな感じになってます、今。かわかわ。俺の今、画面こんな感じになってます。彼女の名前がマヤポンの本名になってエンドやな。こんな感じになってます。あかりちゃんか。にゃん。上コメさんが重要なこと言ってるぞ。え？微妙に動くあかりちゃん GB。わらわら。顔バレ注意。なんかある？私かわいい。私かわいい。今のコメントもしかして長すぎて読まれなかったかな？俺がさっきコメントしたことやってみて。サイシャさん、待って。俺のピクチャーっていうファイルの中に入ってる適当なファイルをコピーしてハーネームって名前にして、ニュー。え？名前にしてまた今のイベント見るといいよ。は？ちょっと、じゃあそのコメントは、テキストに書き出して、さあ、皆さん次回の放送が楽しみですね。自分のアイコン怖くてビビった。ファイルで変えたりする系のゲームの名作。はあ、そうですか。ということで皆さん本日はここまでです。なんか寂しいからなんか流そう。ネームってファイルをわざと欠損させて起こしてる演出なの。へえ。おもろいな。にゃん。なんてゲームだ。これはちょっと次回もやらないといけませんね。作詞やん。わざと欠損って読めない。わざと欠損してんの本当なんだ。すごいね。じゃあ次回そっからになるのかな。なんかこれもさ、普通にもう一回ゲーム起動したら同じように始まらない気がするんだ。ね、欠損はしてるんや。欠損の演出じゃなくて欠損させてるのは本当っていうのがすごいな。ということで本日ここまでです。すごい。スクールの仕様に生かした演出ってことよね。どうしようかな。来週夢ツッキーやろうと思ってたんだけど、ちょっとこれも、うん、もう一回このまま走りたいね、このゲーム。まあ、怖くて最悪だけど。怖いの嫌いだけど。考えられてる。この派生やってみるか。なるほど、決勝の手近。ということで来週のゲームはまたレインに決まりました。また来週の放送もお楽しみにって感じですね。あ、よいしょ、あかりちゃんがいっぱいいる。やった。ではやった。面白かった。どうしようかな。明日あれなんだよね、本当はさ YouTube の放送テストちょっとやろうと思ってたんだけど、今日大体できちゃったんだよな。もしちょっと明日夕方ぐらいかな、なんか YouTube 放送やる場合はまた Twitter で告知しますんで、よくご覧くださいと。今日のまとめ、カシツキちゃんというキャラが生まれましたね。あー、でも面白かったということで、じゃあ本日の放送終了いたします。また明日か来週お会いいたしましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さようならと。はおつ、おつ、おつぽん。